はい、ということで本日はロストさんのお宅にお邪魔しておりまして、今日から2日間よろしくお願いします。まあもう本当にパッと見すごいお部屋の状態なんですけども、素のオーラというか、うん、結構エネルギーを取られちゃってるっていうのと、はいはい、あとはもしかしたら引っ越す可能性があるので、うん、その時に少しでも楽になるように、うん、ということで、まあ、今回はこちらを、まあ、優先的にちょっとやっていくということで、ここにはどういったものがありますか？結構本棚があったんですけど、うん、その本棚が壊れちゃって、それを本棚取っ払ったんで、うん、その中に入ったものが大体あるんですけど、この辺は実際ロストさん的にはどんな風に線引きをして捨てる残すっていう風に区別していった方がいいとかありますか？本は結構まだ読んでなくてしまっちゃってたものがあったんで、はいはいはい、それはとりあえず残して、はい、あとなんかファイル系も多いですもんね。それを捨てようかな。そうですね、なんかもう空きファイルとかもありますもんね、この辺。もしかしたらいらない書類とかもあるかもしれない、そうですね、まあ、この辺をちょっと片付けて、まあ、すっきりさせようかなっていう感じでよろしくお願いします。基本的にファイルはね、持たない方が身軽になると思います。やっぱファイルってね、なんかいらないものがどんどん溜まりやすくなるっていう、重要な書類がどこにあるかも探さないといけないから。そうですね、そう、いらないのはどんどんで、まず簡単に手放せるゴミから捨てていって、迷うものはちょっと後回しでもうどんどん選択肢を狭めていく感じがいいかなと。ファイルの中に紙とかあるんで、そうですね、それもちょっとバーッと読んで、いらないっていうのであればもうそのままゴミ袋、そうですね、分けて捨てちゃう、うん、おそらく紙類とかもね、時間かかるんですよね、片付けって。そう、ね、そう、うん、それは何でしょう。なんか付録のメモ帳なんですけど、はい、使ってますか？使ってないですね。はい、手放しましょう。はい、20リットルのゴミ袋がいっぱいヘッドになってきたっていう。そう、今回は木にね、はい、もう買わない生活とか、なるべく一冊のノートでやっていく生活にシフトした方が身軽になるかなっていう。なんか使用目的がもうわからないものとかはもう処分しちゃってもいいかもしれないですね。多分1年ぐらい経って1回も開いてないってことですよね。ってことはまあ間違いなく生活にはなくてもいいかなっていう。失敗した履歴書、失敗した履歴書があるんですね。はい、捨てましょう。はい、これでようやく半分いったかいかないかぐらい、ね、はい、だいぶ床が見えてきた。この辺は全部いらないですかね。はい、いらないですね。はい、だいぶすっきりしてきました。なんかもうこの辺は空きファイルだからごそっといけそうですね。そうです、はい、でしょ。あともうちょっと、もうしばらく使ってないものがあればもう文具系も手放しちゃった方が、おそらく何本もあるとね、ごちゃごちゃすると思うし、はい、鉛筆削りもなんかもうほんと奥の方にあったやつ多分使わなさそうですよね。はい、めちゃくちゃ書けるマッキーなんですけど、はい、文具は文具でまとめた方がいいと思います。シャーペンとか鉛筆が繁殖してるんですけど。よく使うのはどっちですか？だいたいシャーペンしか使う。シャーペン、鉛筆を使うときはある。なんかトイックとか受けるときに、うん、マークシートって、はいはいはい、鉛筆の方が早いじゃないですか。あー、スラスラ書けるっていう、はい、ってなったら鉛筆もまあ1本2本あればいいのかなっていう。多分筆箱に入ってるんで筆が、はいはいはい、まだね、しかもなんか汚いから、うん、一回、ね、手放してもいいと思います。色ペンはどうしますか？はい、じゃあ手放しましょう。のり、ホチキス。ホチキスはさっき残したやつの針かどうかですよね。どっちだろうって後で検証しないと、ね、はい、うん、そうですね。セロハンテープ、それ使いますか？それは修正テープですね。しかも使い切ってますね、これ。はい、じゃあ捨てましょう。もう完全にゴミですね。それはメモリーカード。メモリーカード、何のメモリーカードかはわからない。わからないんで、はい、後で確認。シャーペンの芯、シャーペン使うんで、はい、はい、っていう感じですかね。はい、じゃあそれも文具入れでいきますか。細かいものはもうこういう小さいところに入れて、ね、大きいところの方がいいと思います。はい、あ、昔あれ現金主義の時に、はい、残してあった財布、旅行の時とかって意外と現金ないと、うん、まあ場所によっては。あとで、はい、はい、証明写真、証明写真は、ね、意外と、いや、それ撮ったのいつですか？それ5年前。5年前、絶対いらないですね。証明写真は基本もう3ヶ月ごとに変えていかないと。そうなんですよ。そう。去年ぐらいやったらまあ。いや、僕は。捨てます。うん。
捨てます。やっぱり会社の人って見るんですよね。あ、やっぱりその身なりだったりとか髪型だったりとか服装だったりとか、そうなった時にその活動する時に一番新しい自分でやっぱ撮った方が間違いなく印象は変えられますよね。なるほど。古い自分で勝負するより新たな自分で勝負した方が間違いなく気分も変わるし。なるほど。昔の1枚の免許証なんですけど、はい、なんでそれってあるんですか？記念ですか？最初の更新だったんでなんか分かんなくて、はいはいはい、と言っちゃったんですけど、はい、まあ使わなさそうですもんね。いらないと思います。手放していいと思います。謎のコードは、はい、謎ってことはもういらないですね。どっかで見覚えがあるんですけど、はい、なくても大丈夫そうなやつ、もし心配だったら保管でもいいですけど、でも迷うってことは多分いらないと思います。1年ぐらいやって1回も使ってない、うん、じゃあいらないですね。はい、それは何ですか？前の取っ払った本棚のかな、うん、はい、いらないですかね。もうほぼ7割8割ゴミっていう。それは履歴書の書き方。あ、履歴書まだ残ってるんですか？それ残ってますね。はい、使いそうですか？なんとも言えないんですけど、はい、する予定はある、本人の心の中では。まあ最悪買い直せばいいかな。うん、じゃあ手放しますか。はい、電池、はい、電池はそれは、まあ、必要なものは残しておいてもいいと思うんですけど、まあ、もう使い切った電池とかもう見覚えのない、なんでこれあるのって電池は手放した方が、明らかに新品なのもあるんですけど、はい、後で検証しないと、はい、もうそこの中にはもう絶対これいらないものはないわけですね。じゃあ検証しなきゃいけないやつしかないですね。はい、バインダー使えますか？はい、ってことはいらないですね。あ、また履歴書、うん、履歴書ですね。さっき捨てたから、じゃあそれもまとめて。いや、だいぶスッキリしてきた。これ令和の時の新聞公開ですか？はい、はい、いますか？個人的にはいらないと思います。せっかく費用に行ったけど、もういらないですね。まあまあまあ人によりますけど、僕だったら手放します。だってそれ今まで振り返りました？いやと思いますけどね。個人的にはなんですけど、なんかそういう過去のものとかって極力手放した方がよくて、それこそ過去の本も情報も人間関係も、そうすると新しいものが入ってこないんですよね。なるほど。その過去のもので埋め尽くされちゃうから、入る場所もなくなっちゃって。ノリは文具系のところに。はい、これはなんだ？バイトの、バイト登録だけした。はい、ってことはいらないですね。はい、はい、よくわかんないのは、はい、衣類は衣類でちょっとまた後でやると思うので、はい、まとめますか？もうこれ絶対いらないんだっていうものだけ。はい、照明なんですけど、はい、使いますか？普段は使わないですね。はい、でこ、まあ、多分ね、この奥底にあったってことは多分なくてもいいものだと思います。おそらく非常用とかだったんですけど。あ、非常用、まあ一回保留でもいいとは思います。はい、はい、何ですか？多分実家の録画したあのやつをそれ送ってきてくれたんですけど、はい、いりますか？まあ見るか見ないかですよね。はい、だから、まあ、捨てるか親に返すか。返しましょう。はい、じゃあ、まあ譲るゾーンでちょっと後で、あの親に譲るのあるわけですもんね、他に。そうですね、はい、そこでちょっとまとめていただいて、後でちょっと保管を。ファイルが、いや、もう全部捨てたいぐらいの。でも多分おそらくプリンターがあるってことは今後もファイルでね増えると思うんですよね。うん、個人的にはもう電子化するとかなんか策打ちたいですよ。だってプリンター、まあもちろんこれ人それぞれあると思うんですけど、インク代とか紙代とかもう絶対かかるわけじゃないですか。それ僕自身はもったいないなと思って、まあ、プリンターなし生活にして。なんか結構持ってない人も多いですよ、ね、多いですね。もうミニマリストさん大体もうプリンター持ってる人いなくて、っていうのはやっぱり紙が詰まって手間だったりとか、なるほど、それこそファイルが溜まりやすかったりとか、かさばるし重いしみたいな感じで。それこそシステム手帳紙だけだったら、まあ、あってもいいと思う。そうですね、ちょっと他のなんかねプリントアウトするのはちょっとあれかなっていうのはありますよね。そう、結局見なかったりとかもするし、うん、クリップ使えますか？使わない、ね、はい、じゃあ捨てましょう、はい、あともうちょっと、はい、また履歴書ですね。汚れちゃった。はい、いらないですね。はい、捨てましょう。はい、捨てましょう。いや本当にそれにしてもすごいファイルの量ですよね。ファイルと紙の量が。
でファイルも捨てて、色紙、色紙はそれは今後使う予定はありますか？例えば野球観戦に行くときに持ってきたいとか。それができる確率が相当低い、ね、はい、ってことは一回手放してもいいかもしれないですね、はい、ゴミ袋がね足りないので臨時の、はい、あともうちょっと、これは写真の、はい、USB ですね。ああなるほど、じゃあそれもさっきなんかデータ確認するやつでその辺置いてたのがあったから、まあ、残ったものであってちょっと整理するので、はいはい、そしてファイルですね。それもいらなさそうなファイルですか？いらないですね。はい、はい、よくわからないのも、はい、いやだいぶなくなってきた。これで本棚が置けますね、はい、本当にあとはどうでしょう。これ以外は大体使います。今今後使うやつです、ね、はい、ちょっとじゃあ綺麗にまとめますか、はい、とりあえずこのファイル2つは使う。そうです、はい、でファイルちょっとそこに避けといて、はい、はい、でこの辺ちょっと文房具とかも散らばってるのでちょっとまとめるとかしていただいて、これ色ペンも全部使うんですか？マインドマップ書くときに。あ、使ってる。使ってる。あ、じゃあ残して、はい、ちょっとめちゃくちゃでかいんですけどこれ使ってるんですよ、はいそう、これもねやっぱもう本棚ないからしょうがないんですけどね、あの床に置いちゃうとホコリがかぶっていくから。そう、じゃあそれは残して、でそれもちょっとファイルの横あたりに、で本棚来たらそのまましまえばいいですもんね。はい、なんか付箋もこまごましたものありますね、はい、ちっちゃいの。色分けとかはありますか？色分けはなんか2、3色ぐらいはあるんですけど、うん、ちなみにね、あのロストさんの足元にもあるんですよ、黄色いのが、付箋が。あ、本当だ。付箋そんなにいるのかなと思って、うん、まあ、ロストさんの言うにやっぱ2色ぐらいにした方が。そう、薄っぺらいのはいらない。そうですね、はい、で紙類ははい、あと文具ですね。文具がね、普段使うやつをその筆箱に入れてるって感じですか？だいたいそうなんですけど、また最近ちょっと増えちゃって、うん、一回それ全部出して必要なものだけ。そうです、はい、あともうここにもあるのでこれもちょっとひとまとめにしてやった方がいいかもしれない。絶対いるやつだけ入れましょう。そうですね、汚い消しゴム。でも消しゴム使わないですよね。では使わない方がいいと思います。ゴミも出るし、多分社会人だったら、まあ、そのトイックで鉛筆使うってことだから、まあ、それを除いてもう普通にボールペン1本でいけちゃうんですよね。基本間違っても修正テープとか消しゴムとかで消さない方がいいっていうのがあって、要はまあもう効率も悪いし、かつそういう間違いからもアイデアひらめいたりとかもするから、僕はもうボールペン1本で修正テープも消しゴムも一切使わず、だから今ボールペン1本で、で身軽な状態がキープできてるからの方がいいんじゃないかなと。だって消しゴム必要となったらそれお金払わなきゃいけないし、買い物の手間も増えるっていうところで、とりあえず汚い消しゴムで必要だったら新しいの買った方がいいかもしれないですね。芯かな、あ、HB か、 HB、 HB はイメージ使うんです。はい、じゃあ残しますか。最近なんか無駄に色付きの写真があるんですよ。ほうほう、あ、ありますね。でそれ買ったんですけど、うん、まあ、その理論でいくといらないと思いますけどね。そう、あの結局やっぱり必要なもの文具が増えすぎると結局そこに時間とお金が奪われていくんですよね。うん、だったらもう数を絞って、でお気に入りのものでお金をかけていく、時間かけてた方が間違いなくいいと思います。ミニマリスト的な観点から言うとね、ちょっともったいないけど、うーんの方が、あの先ほどねちょっと動画外でロストさんね、もし一人暮らしとかでね行くんだったら、その渋さんぐらいまでね、はい、物減らしたいっておっしゃってたからここに極力近づいていけるように。そうですね、はい、いいですね、はい、じゃあ手放しましょう。書けないペンは、はい、悩む理由は擦ると消える。ああ、はいはいはい、それ最近は使った。使わないです、ね、はい、じゃあ手放しましょう。さ、使ってないってことは多分いらないってことだと思います。それは鉛筆使ってないです、ね、はい、捨てましょう。はい、はい、中途半端になってるんですけど、はい、さっきピンクありませんでした？あ、これここにピンクがある。なんかピンクが結構、うん、それだけあれば、そう、一回手放した方が、な、全部封開いてるわけですもんね。3本あると結局どれがどれがってなるから、はい、中途半端なものは手放しましょうこの蛍光ペンも多分2本3本同じ色があるってことは、多分ねどこ行ったどこ行ったで買ったりとかしてると思うんですよ ね、 ね、だから1本にしちゃってもう使い切ってから買うとか、うん、まあ、ストックは1本までにした方が絶対いいですよね。ちなみに両方ともかけたんですけど、はいはいはい、
まあそしたら1本使うで筆箱に入れて1本はストックで保管しておくがベストだと思います。じゃあ筆箱入れて1本ストックで、はい、で付箋、はい、残して、はい、 USB 何の USB か分かんないんで、はい、データ確認しますか。はい、はい、ちょっとだけ残ってるセロテープ、まあ必要だったら残して、さっきね、こまごましたセロテープ手放したからそれだけ残してもいいと思いますけど、ちょっとだけなんですね。でもまあ、はい、問題はない。はい、はいはい、それはとあるアルバイトの次にちょっと、うん、使ってた、使ってて、はい、もう使い なさそうですか。でも旅行の時なんか使ったんですよね、洗濯じゃなくて。ああ、なるほど、アメニティとか。そう、部屋出ないといけないじゃないですか。はいはいはい、で使ってた。じゃあ旅行グッズと一緒にしますか、そしたら。はい、また後でじゃあ保管するにして、はい、ということでだいぶ片付いてきました。あとこの衣類とかの下とか多分見てないものも多分あると思うんで、衣類はじゃあちょっとベッドの上かなんかにちょっと、で履歴書はいらない。はい、また筆箱出てきましたね。そうなんですよ、ね、これどっちかでいいかなっていう。これ何用とかあるんですか。なんかこんなに持っていかなくてもいいかなけど、例えば説明会とかある時に、うん、はいはいはい、これ持ってたんですけど。いや僕どっちかでいいと思います。いらっしゃるね、はい、厳選して、でどこでも行ける筆箱が1個あるといいかなっていう。どう考えてもこっちの方が、うん、と思います。消しゴムはまあ1個保管で1個筆箱でもいいと思います。はい、保管で。シャーペンもなんかこの辺にもたくさんあるんですけど。ああ、でもさっきの色分けって言ったやつなんですけど、うん、黒だけでいいんだったらついちゃいます。はい、なんかシャーペンとかもなんか本当極力極端言ったらもう1本だけでも十分いけると思うんですよね、うん、で色ペンもだって2本3本ありますもんね。結構ね、そう、そんなにいらないかなっていう。逆にボールペンってどこそこあっても消費するから、うん、いや、あの、いや、このこれ機に1本とか2本にした方がいいと思う。なんでかっていうと、うん、要はボールペンによってインクの種類違いますよね。探すのめんどくさくないですか。今回そのインクを買わなきゃいけないって言って文具店に行ってこのインクくださいって言って探したりとか、統一した方がいいと思います。せめて貝1本に絞った方が間違いなく生活は楽になると思います。はい、いや、まあ無理にとは言わないですけど、まあ極力ね、あの、僕はもう1本にしてめちゃくちゃ楽になったから、まあもうこれ確実に絶対楽になるとは思いますけど、何本持つと僕自身すごいめんどくさかったんですよね。そう、なくすし買うし、なんか買い物のために、なんか物のために時間とお金で使うってもったいなくないですか。なんかするとこれが一番書き心地が、はい、じゃあそれは残すで、めっちゃ書ける。はい、4色ペンはもうないですかね。まあストック用で1本残しても全然いいですし、赤と青だけなんですよ、ね、はい。手放しますか。3本も4本もいらないと思います。結局それで本数増えて筆箱がごちゃごちゃになったら元も子もないと思うっていう。はい、ということで、あとこの椅子の下とかはどうですか。また本ができたんですけど、はい、じゃあ本はちょっとまとめて、ね、はい、あとファイル系ですね、ちょっと一回、はい、避けて、よいしょ、これはいらないです、ね、はい、お、そう、最近買った、あー、はいはいはいちょっと今悩んでるんで読むってことですね。ということで、じゃあ本は残すところで、そうです、はい、移動していただいて、はい、あとこのファイル、これがね、ストックなんですよね。システム手帳の、例えば過去って意外とこういうことしてたなとか、それなんかヒントになるはいはい、はい、っていうのがちょっととある YouTube のチャンネルになって、そうですね、あの、はい、使うんで、じゃあそちらの、あとちなみにこの辺のルーズリーフとかノート系は、あ、これ吸って大丈夫です。元ボールペン、はい、捨てますか、はい、はい、結構ルーズリーフも残してますけど、まあ、でも使うのであれば使ってます。はい、じゃあ残しますか。はい、その辺にじゃあ一回保管で、あとはそこのクリアファイルはもう何枚か使って入っちゃってるやつなんですけど、はい、うん、はい、と思います。はい、もう迷ってるってことは多分そうです、なんか袋から袋が出てきて、うん、いらないかな。はい、捨てましょう。はい、あとこの辺メジャーとかスケッチブック、これがあのマインドマップ、ああ書く用ですね。そうです、はい、メジャーはどうしましょう、使うかどうか、まあ不安だったら残してもいいと思います。はい、っていう感じですかね。で最後にですね、あの本とかはどうしますか。もう全部残す感じでいきますか。多分ほとんど必要で、はい、これから読むっていう感じ。そうですね、であの本棚がどう置いたらどうなるかが分かんないんですけど、なるほど、まあ組み立ててみてっていう。そうですね、まあでもよっぽど
のことがない限りはまあ入りそうですもんね。はい、はい、このコピー裏、これおまけはメモ帳に、はい、おまけは捨てましょう。おまけってね、取っておきやすいけど絶対いらないっていう、はい、その辺もパンフレットとかですかね。はい、まあ使わない、使わない、はい、使わないものは捨てましょう。これはあれだと、はい、あ、使うってことですね。じゃあそこに置いときますか。それは何ですか？1日だけのバイトとかを登録した時に送られてきたんですけど、はい、もうしてない？もうっていうか一回もしてないです。はい、じゃあ捨てましょうっていう感じですかね、はい、じゃあそれプリンターの上に戻していただいて、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこの辺をきれいにしますか、はい、はい、ちょっと分類してきますか。もう捨てるものないと思うので、ちょっとゴミ袋系はそっちにちょっと追いやっていただいて、でも文具系は残すわけですもんね。はい、で定規もそっち入れてもらって、あ、いらない、はい、でブックエンドを使うかわからないけど、まあ、残しておく。あとはとりあえず簡単にまとめられるやつから、それって残さなきゃいけないやつですもんね。そうなんですよ、まあ、ここにいる限りは、うん、ってことは僕さっき玄関すごいスペースあったじゃないですか、これ玄関でいいかなと思って、なるほど、はい、あとでじゃあちょっと玄関に、はい、でスケッチブックは本棚に入れる感じですもんね。そうですね、はい、じゃあそっちの方で、で本は本でちょっと綺麗にまとめていただいて、悩んでる状況で結構バンバン買ってるんですけど、はい、はい、これね積んどくですよね完全に。だから僕も昔積んどくでやってて、はい、まあ、積んどくになってて、はい、これどうやって解消するかって言ったら、まあ、朝一で本を読むっていう、うん、結局優先順位の高いものから順に一日過ごしていかないと結局夜になるとやらなくなるんですよね。でも朝一だったら絶対読むじゃないですか、うん、そうだから今後ロストさんはね、朝起きて、まあ、ちょっと簡単に身支度して本を10分でも20分でも読むと積んどくがなくなっていくっていう、はい、これから読んで例えば、うん、これはなんか一生っていうか、ずっと使わなきゃと、うん、なんか一旦知識入れちゃえば、うん、もういらない。そうですね。そうそうそう。読んだら手放してってとか。そう。結局読まないと分かんないんで。そうですね。そう。もう早急に読んだ方が。そうなったんですね。はい、そうこれね多分 2,3 ヶ月はかかると思います。きっともっとかかるかもしれないけど、そう、ね、そうで、これ本読むのコツとしては、今のロストさんの一番の悩みっていうのをパッと思い浮かんでいただいて、はい、でそれを解決できる本から読むっていうのが大事ですね。結局優先順位の低い本から読んじゃうと結局モチベーションも上がらないし時間がどんどん過ぎちゃうから、うん、じゃあ今自分が悩んでることは何だと、はい、で解決する本は何だというのをやっぱ読んでいくのが一番かなっていう。時間に悩んでるのか、お金に悩んでるのか、お仕事に悩んでるのか、それとも食事に悩んでるのか、一番これ解決したいっていうところですね。仕事っていうか、お金もないんですけど、うん、まあだから仕事とお金ですかね、うん、はい、で仕事とお金どっちか天秤かけたらどっちの方が自分は直近だとお金なんですけど、うん、はい、今後まで考えると仕事なんです、うん、仕事、例えばじゃあどっちかの本を読むにしてすぐに自分の今の悩み課題解決しそうなのってどっちですか？お金の方が、うん、すぐ解決しそう、ね、はい、ってなったらじゃあお金の本から読んでいくのが一番かなっていう。でなるべく優先順位が高い方を右に並べていく、で優先順位低い方を左にしていくと、要は右から取っていけばいいじゃないですか。なるほど、っていう風に収納した方がいいかなっていう、うん、まあ、また本棚をね組み立てたら、ね、はい、はい、っていう感じで、あとはどうでしょう。逆にとにかもう、うん、しばらく受ける余裕がないんで、うん、すぐそこでもないですけど、はい、コフがあるんで、うん、まあ、売るかかも優先順位一番低いところに移動させるか、うん、多分今のお話の感じだとね、仕事とお金の問題をね解決したいっていうことだから、はい、まずその本から読んでいかないとですもんね、きっと。仕事とお金っていうことはこれ、うん、これ、はい、まあ、その延長線上でね時間の使い方とかもね、うん、やった方がいいかもしれないし、多分そういう風に本選びをしてった方が効率的にパパッと読めるかなっていう、はい、そう、これね自分の問題とは全くかけ離れた本を読んでる人いるんですけど、それだと途中で終わっちゃったりとか読むペースが遅れたりとか結局読まなかったりとかするけど、結局何が問題かっていうところで本読んだ方が絶対いいんですよね。うん、そうそうそうっていうところですね。大体そうですね、はい、そうすると多分収納もすごい楽になると思うし、もうここから手つければいいんだっていうのがもう明確だから、うん、間違いなく時間の使い方も変わってくると思います、はい、はい、ということで、あとは大丈夫ですかね、あっちの方は。あ
買い直すのっちゃ買い直すの、はい、最悪。うん、確かに。で、書類は書類とか紙は紙、ドライバーはドライバー、まあ、文具系とまとめた方がいいのかな。いらないと思います。で、書類は書類でちょっともうケースに入れちゃってもうまとめた方がいいと思います。ケーブル分かんないです。はい、手放した方がいいと思います。それもまあ重要なものに、はい、まとめて、もうそこ開けばもう重要なものがまとまってるわけだから、引っ越しの時とか片付けの時も楽だしよし。それもう壊れましたけど大丈夫ですか？安い。はい、もうこっちにした方が良くないですか？多分。うん。多分おそらくそういう系のファイルは買わない方がいいかもしれない。そう、結局壊れて買わなきゃいけなくなるから、こっちにしますか。はい。で、もうそれは手放しましょう。それはルーズリーフ系でしたっけ？そう。もうルーズリーフはルーズリーフでもうまとめますか？トイックですね。しばらく受ける予定が。はい。まあ、トイックはトイックでもうまとめてもいいし、もうそれを処分してもいいし。捨てちゃうか。うん。だ僕だったらトイック受けるんじゃなくてもうこっちやっちゃって、でそこから順に重要なものやってって、でそこからトイックでいいと思うんですよね。でか明日。はい。人そうですね。じゃあちょっと別に避けて。玄関に置いた方が。そうですね。じゃあちょっと玄関にお願いします。はい、でそのトイックの本はもう捨てるっていう。捨てちゃって、はい。はい、じゃあ捨てますか。で、まあじゃあ本もちょっと綺麗に並べて、はい。で、あとその辺はポーチは、はい、ポーチまたじゃあカバンでまた後でまとめてやるので、そっちで、はい。それが何でしたっけ？会員の。会員？あの野球の。あ、はい、それで使うやつですね。なんかそうポイント交換でね。あ、なるほど。それ使いますか？今後使うのであればもうこっちの必要ゾーンで、はい。はい、でホチキスあれがいらないやつですもんね。いらない。はい、じゃあそれもう捨てちゃいますか。はい。であと電池と財布。はい。もうそこに置いときましょう、とりあえず。はい。でそれ防災用ですもんね。そうですね。はい。ってことは多分これベッド周りにあった方がいいですよね、きっと。はい。はい。この辺もちょっとまた後でね片付けていきたいと思います。はい、っていう感じですかね。あと電池はもう残しますもんね。果たしてこんなこんな電池入れますか。すごい量ですけど。うちが氷なんで。氷？氷量。あ、はいはいはい。うちの親が余ったもんは。なるほど。自分とかに。来ちゃうわけですね。これ断らないとどん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 入ってくるっていう。はい。で電池はもう消耗してなるべく溜め込まないっていうにした方がいいかなっていう。うん。はい。っていう感じで、あと懐中電灯は残す、はい。でまあそれあって玄関に持っていくにして、はい、ということで以上ですね。以上です。はい、ということでロストさんお疲れ様でした。はい、もうかれこれね2時間ぐらいちょっと片付けてたんですけど、まあ今回手放すのがこちらですね。20リットルの袋が 1,2,3,4,5 袋ちょっとですね。はい。でまあこちらのものを残すということで、もう半分以上のものを今回片付けたわけですけども、率直な感想はいかがですか？結構意外といらないものが多かったなっていうのが正直です。確かにそうですね。でも実際今回片付けてみて、まあなんか視聴者さんに向けて、まあ一番伝えたいことはありますか？まずは溜め込まないっていうのが一番なんですけど、うん、結構僕みたいに特に一人暮らしとかの人って親からいろいろもらっちゃうと思うんですけど、うん、まあいらないものは断った方がいいかなっていうのが。そうですね、はい、じゃないとねどんどん溜め込んで、また今回ね片付けすごい大変だったと思うんですけど、うん、またその思いをねしなきゃいけなくなっちゃうから、まあ、なるべく家に入れない、買わない、もらわないっていうのが大事かなと思います。ということでロストさんお疲れ様でした。ありがとうございます。